はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。撤退するロシア軍を追撃、ウクライナ砲兵部隊。ウクライナ東部ハルキウ州で同国軍の砲兵部隊は撤退するロシア軍に新たな防衛線を構築する隙を与えまいと追撃の手を緩めない。ウクライナ軍は先月同州で戦車歩兵部隊が先導した一連の反転攻勢により優勢に立った。要塞を包囲され孤立したロシア軍は撤退を余儀なくされた。とはいえ砲兵部隊の役目が終わったわけではない。第14機械化旅団をはじめとする部隊は前線の後方にいるロシア軍に追い打ちをかけるため前進を続け、砲弾やロケット弾で奇襲するのだ。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の支持派は最近の敗戦をめぐり、自国軍が対戦しているのは北大西洋条約機構 NATO の兵器を大量に保有する傭兵軍だとして西側を非難している。確かに西側からは最新鋭の兵器がウクライナに納入されている。だが先週ハルキウ州東部でウクライナ軍の砲兵部隊が使っていたのはソ連時代に遡る兵器、六輪トラックウラルに搭載された多連装ロケット砲の BM-21 グラートだった。グラートは60年前に設計された兵器だが、隊長のドミトロさんは前線の向こう側にある倉庫に集まったロシア軍に高火力の砲弾を撃ち込むという任務には適していると語った。グラートは6人1組で操作する。ドミトロさんは目標座標を無線で受信し、40本のロケット弾発射管を積んだトラックを隠れていた場所から開かれた農地へと移動させる。122mm ロケット弾のまず第1弾が轟音とともに発射された。その後発射管の高さが調整され第2弾の発射が行われた。発射管40本のうち15本が空になった。発射地点から標的は見えないが、ドミトロさんはロシア部隊に命中し、彼らは任務を遂行できないだろうと確信している。このように報道されております。 ISW はウクライナ軍は10月10日の時点でルガンスク州西部の200平方キロメートル以上の領土を解放した可能性が高いと報告しております。これら一連の情勢はウクライナですでに始まっていると一部報道されているデーネー期においても、ウクライナ北東部ハルキウ州やウクライナ東部ルガンスク州におけるウクライナ軍の進軍をロシア軍が止められていないことを示している可能性があると考えられます。こうなってまいりますと、ウクライナ東部に展開しているロシア軍はデーネー期においてもウクライナ軍の進軍を止められないほどに弱体化している可能性も考えられてくると思われます。イギリス情報機関トップ、ロシアは弾薬が底をつきつつある。イギリスの情報機関のトップがウクライナに侵攻しているロシア軍について弾薬が底をつきつつあるとの見方を示しました。イギリス政府通信本部フレミング長官、ロシアの軍隊は疲弊している。囚人や何万人もの経験の浅い人を援軍として徴兵していて絶望的な状況を物語っている。11日、イギリスの情報機関政府通信本部のフレミング長官が講演し、ロシアは物資や弾薬が底をつきつつあり、現場のロシア指揮官も知っていると指摘しました。またロシア国民がロシア軍の苦戦に気づき始めているとしています。フレミング長官はプーチン大統領は意思決定に欠陥があると批判し、側近から効果的な意義がほとんど上がらず孤立しつつあるとの見方を示しました。このように報道されております。ロシアプーチン政権はウクライナ軍の徹底抗戦の前にウクライナ情勢が長期化し、現状4つの大きな誤算と直面しているように見えると思います。一つ目は、今回イギリスの情報機関トップが指摘しておりますようなロシアは弾薬が底をつきつつある状況である可能性。二つ目は、プーチン政権が部分的動員令を出したことでプーチン政権自身がですね、ロシア国内世論からの反発を抱え込む形になったこと。三つ目は、現状のようなウクライナ情勢における戦況をロシア軍が今からですね、ひっくり返してあるいは盛り返して、プーチン政権やロシア軍が目標として掲げてきましたウクライナ東部ドンバス地方とウクライナ南部の完全支配の確立という目標を達成することは極めて困難な情勢になってきた可能性が高まっているというふうに見えること。4つ目は、そうしたロシア軍劣勢の情勢をロシア国民も知り始めているということが指摘されていること。この4点です。特に4点目については、ロシア連邦議会下院の国防委員会のアンドレイ・カルタポロフ委員長はロシア国営テレビでの発言で、
我々は嘘をつくのをやめなければならない。国防省の報告は変わらない。だが国民は戦況を知っている。これは信用を失うことにもなりかねないと述べています。こうした中、ロシアプーチン政権が今回ウクライナ全土をミサイルなどで攻撃したことを受け、ドイツは年内に送るとしていた最新鋭の防空システムを急遽送ることになったと報道されております。最新鋭防空システム、ドイツが前倒し支援へ。ロシアが10日ウクライナ全土をミサイルなどで攻撃したことを受け、ドイツは年内に送るとしていた最新鋭の防空システムを急遽送ることに。小野日本テレビ解説委員国際部デスク、現代軍事戦略に詳しい防衛研究所高橋室長に聞くと、今後各国の軍事支援が活発化すると思う。対空ミサイルの供与は間違いなく加速し、戦闘機や射程数百キロのロケット弾の供与も検討されるかもしれない。ドイツのような軍事支援に慎重な国も積極的に乗り出す可能性があると言っていました。このような指摘分析が報道されております。こうなってまいりますと、ロシアプーチン政権がロシア軍劣勢の情勢を盛り返すのはさらに難しくなっていくというふうに考えられると思います。こうした中、プーチン政権は徐々にロシア軍劣勢の情勢をロシア軍などへ責任転嫁し始め、そうした動きが複数見られ始めているように思います。軍人事刷新で責任回避図る。ウクライナ侵攻の総司令官交代。プーチン大統領、ロシアのプーチン大統領がウクライナ侵攻を統括する特別軍事作戦の総司令官を交代させるなど、軍指導部の人事刷新に着手した。苦戦が続く中、自身に非難の矛先が向かないよう事実上の更迭で責任回避を図っているとみられる。総司令官にスロビキン上級大将、航空宇宙軍総司令官が任命された。国防省のコナシェンコフ報道官は8日、ショイグ氏の決定として司令官交代を発表した。侵攻開始から1ヶ月余り経った4月に総司令官ポストが新設された際、任命されたドボルニコフ上級大将、南部軍管区司令官の人事は報道されただけだった。これに対し後継のスロビキン氏就任は異例の公式発表。人事を公表し、司令官の責任を明確にする狙いがあるとみられる。このように報道されております。また次のような報道もあります。ロシア連邦議会下院国防委員会のアンドレイ・カルタポロフ委員長、ピスカルフ下院安全保障委員長、軍事侵攻資金使い道調査要請。配分された予算、動員の予算もなくなっている。予算はどこに行った。検事総長に調査を要請。アンドレイ・グルレフ下院議員、2日自身のテレグラム、予備役の受け入れ地点に保管されていた150万セットの軍服がどこに消えたのか、誰も説明することができない。このように報道されております。しかし、そもそも予備役のために使うかどうかわからない新品の軍服を約150万着ほどもですね、用意しているという可能性自体低いのではないかとの指摘もあります。つまりこうした司令官の交代や予算横領の疑いの話、予備役の軍服150万着の話などは、ウクライナ侵攻がうまくいっていない責任を、さらには将来的にロシア軍がウクライナ情勢において勝利することはない可能性が出てきていることに備えて、プーチン政権がその責任を地方や軍部に押し付け、プーチン政権自体はその責任を回避しようとしていることへの伏線ではないかとの見方、指摘があります。しかし、そうしたプーチン政権の思惑がもしあったとしても、プーチン政権が中長期的にこうしたウクライナ情勢、ウクライナ侵攻を継続するのは難しい情勢になってきているようにも見えます。まずプーチン政権は今回部分的動員令ということを出したことで、ロシア国内に不満を抱えることとなったことで、そうしたロシア国内の不満を解消するために、短期的な視点でロシア軍やプーチン政権は何らかの戦果を上げる必要が出てきていると思われますが、現状ウクライナ軍の反転攻勢をロシア軍が止める、または逆転する可能性は現状低いと思われます。ですので、短期的な視点からウクライナ情勢を見た場合、部分的動員令によってロシア国内に起きた不満などをロシア軍やプーチン政権が解消するというのは難しい情勢に見えると思います。またそうした短期的な視点から考えれば、ウクライナのゼレンスキー政権はプーチン政権と停戦に応じる可能性は低いと考えられます。それは次のような報道からも見えてくると思います。ウクライナのゼレンスキー大統領は4日、ロシアのプーチン大統領との停戦に向けた交渉は2
不可能だと明記した法令に署名した。ウクライナに侵攻して東南部4州の併合を一方的に宣言したプーチン氏に譲歩しない姿勢を明確にした。ロイター通信が報じた。ゼレンスキー氏は9月30日にロシアと対話する用意があるが、プーチン氏とは別の大統領とだと発言した。正式に法制化することでプーチン政権に徹底抗戦する構えを示した。このように報道されております。ですので短期的な視点から考えますと、ロシアプーチン政権はウクライナ情勢においてある種追い込まれているように見えます。他方中長期的な視点で考えてまいりますと、今後もしこのウクライナ情勢が長期戦ということになってまいりますと、ロシア軍には訓練不足などが指摘されている予備役の部隊の死傷者が増え、そのことによってロシア国内の反発はさらに高まる可能性も考えられると思います。そして長期戦ということになってまいりますと、ロシアでは来年の事実上の大統領選挙が開始という情勢が近づいてきます。ウクライナでの戦争の長期化とロシア軍の予備役の死傷者増加の可能性、それによりロシア国内世論の反発がさらに高まる可能性、そうした情勢にもしなってまいりますと、プーチン大統領が来年大統領選挙に出馬することは困難な情勢になってくるという可能性が高まってくると考えられます。こうした場合にプーチン大統領としては戒厳令、総動員令を出し大統領選挙を延期するという手段もあるのではないかとの指摘、分析も一部報道されておりますが、そうしたことをしますと現状部分的動員令を発表して以降、最大で約70万人規模のロシア国民が出国した可能性が報道されているということを考えますと、もしプーチン政権が将来的に戒厳令、総動員令を出したら、より多くのロシア国民が出国する可能性が考えられると思います。そうして考えてまいりますと、もしプーチン政権が戒厳令ということを出し、大統領選挙を延期するという選択肢を取ったとしても、そのことは余計にさらに大きな重大な混乱をロシア国内に引き起こし、そうした戒厳令というものは失敗する可能性が高いと思われます。つまりウクライナ侵攻をめぐりまして、ロシアプーチン政権は短期的な視点からも中長期的な視点からも勝つ見込みはなくなった可能性が高いように見えると思われます。今後プーチン政権、ロシア軍はウクライナ軍にこのまま徐々に押され、外交的には国際的に孤立し、経済的にはロシア経済に西側の経済制裁の影響が今以上に徐々に表面化し始め、プーチン政権が思い描くようなロシア側が有利な条件での停戦もできない、戒厳令、総動員令も失敗する可能性、そしてプーチン大統領は大統領選挙にも出ることが難しい情勢に直面しているように見えると思います。そして本当にそうした情勢にプーチン政権が直面した時には、プーチン政権はある種何も決断実行することができない、政権のレームダック化ということが現実化する可能性もあるように見えると思います。こうした中、ウクライナ軍はさらに次なる動きを見せる可能性が指摘されております。小泉氏、東京大学先端科学技術研究センター専任講師。例えばウクライナ軍がまだ隠している予備戦力などを保有しているとしたら、ザポリージャ州を奪還し、そうなりますとウクライナ南部ヘルソン、クリミア側とウクライナ東部ドネツクルガンスク側は遮断されてしまいます。その状況で将来さらにクリミア橋が攻撃されますと、クリミア、ヘルソン地域のロシア軍は完全に孤立してしまいます。高橋氏、防衛省防衛研究所防衛政策研究室長。私もそうした可能性は考えられると思います。今泥濘期をうまく使って全身が緩んだふりをして部隊を下げていくことはやろうと思えばできると思いますので、それは意図の問題だと思います。このような指摘、分析が報道されております。もしウクライナ軍がウクライナ南部ザポリージャ州で大幅な奪還ということを行うことができますと、ウクライナ南部クリミア、ヘルソン地域のロシア軍は孤立する可能性が高く、ドニプロ川より西のヘルソン地域に展開するロシア軍はウクライナ軍の反転攻勢の前にさらに厳しい情勢に直面する可能性が高まるように見えます。そうなってまいりますと、ウクライナ軍によりますウクライナ南部要衝ヘルソン市奪還の可能性はさらに現実味を帯びてくるように見えます。こうした中、次のような指摘が報道されております。後先考えず無差別ミサイル攻撃はプーチン氏の強い焦り、切り札使用か。
緊張が続くウクライナ情勢です。ロシアの報復による全土へのミサイル攻撃を受け、専門家は今回のミサイル発射で切り札を使ったプーチン大統領は窮地に立たされているとの見方も示しています。慶応大学鶴岡准教授によりますと、今回のミサイル攻撃にはプーチン氏のメンツと焦りが見え隠れすると指摘。国際安全保障が専門、慶応義塾大学鶴岡准教授、北東部のハルキウ州を異常なスピードで奪還されたということで、9月の話ですけど、そのあたりからだいぶ焦りが出てきた。予備兵動員の発表、住民投票なるものを実施して最終的には併合なるものを行うと、このあたりの動きは準備をして整然と行ったという感じでは全くなかった。ロシアにとってはクリミア支配を続けていく意思表示として作った橋なので、それが攻撃されたというのはクリミア支配の根幹を揺るがすこと。また鶴岡氏は今回使用されたのが精密誘導ミサイルと指摘、経済制裁で部品調達ができないことから弾数が不足しているとされています。いわば最後の切り札を使ったのでしょうか。国際安全保障が専門、慶応義塾大学鶴岡准教授、ロシア軍は精密誘導ミサイルが在庫がなくなってきていると言われている。ですから今回のような攻撃を中長期にわたって続けていく能力はロシアにあるかと言われると、そこは疑問。このように報道されております。ロシアプーチン政権、ロシア軍がウクライナにおいて占領した地域からロシア軍の撤退が相次ぐ中、プーチン大統領は作戦失敗の責任を司令官などに転嫁しておりまして、そのような行動がプーチン政権の側近や部下の離反を招いている可能性も一部指摘報道されております。プーチン大統領が自分自身の名誉や評価を保つために今後もトップダウンでウクライナにミサイル攻撃などを行えば、一時的にはロシア国内のプーチン政権を支持する強硬派などからの支持を保つことはできるかもしれません。しかしプーチン大統領が成功は自分の手柄とする一方、失敗の責任は軍部などにあるとするような、ある種自己保身的な命令や行動を取り続ければ、遅かれ早かれプーチン政権内部の側近の離反が加速し、そのことは失脚する可能性が高まってくることを示唆していると考えられると思います。こうした中、元 CIA 長官のデビッド・ペトレイアス氏がアメリカ ABC テレビのディスウィークに出演し、次のような見解を示しております。質問、プーチン氏が核攻撃を仕掛けてきた場合、アメリカや NATO はどのように対応するのか。元 CIA 長官のデビッド・ペトレイアス氏、仮の話だが、我々は NATO を率いて集団的に取り組み、ウクライナやクリミアの戦場で確認できるロシアの全ての常備軍や黒海の全ての艦隊を殲滅させるだろう。しかし核対核にはならない。核で戦況がエスカレートする状況には入りたくないからだ。しかし核攻撃は決して受け入れられないことを示す必要がある。どんなに予備役を動員しても、どんなに併合しても、どんなに核で脅しても、プーチン氏は負けの戦況から抜け出すことはできない。プーチン氏は現時点ではどうすることもできない。プーチン氏は敗北し続けるだろう。戦況はプーチン氏にとってもっと悪化しうる。戦術核を使ったとしても状況は変わらないだろう。このように指摘報道されております。ロシアプーチン政権は短期的にも長期的にもウクライナ情勢において劣勢な情勢に直面する可能性が高まっているように見えます。そしてある種ロシアプーチン政権にとっては切り札というふうに指摘されております、今回のウクライナ全土への無差別なミサイル攻撃や、そして最終的なカードである核という選択肢を使ってもプーチン政権は勝つことはできない、そうした可能性すら指摘されております。ですので、こうした情勢はロシアプーチン政権がゼレンスキー政権、ウクライナ軍に勝つことはできない、そうした可能性を示唆しているというふうに考えられると思います。今後ウクライナ情勢は冬を迎えるに従って新たな局面へと入りつつあるように見えます。こうした中ですね、西側諸国はウクライナをさらに支援し、ウクライナの平和を守り抜く、ウクライナの平和を取り戻す、ウクライナの平和と国際社会の平和、秩序を守り抜く、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。